When we invited Tokyo Gangon Project to the virtual residency, we solved the question of real instrumentation but gave birth to another question. Since we now had composers who composed on one side and performers who performed on the other, they seems to be just fine on their own, 東京ゲーオン計画をバーチャルレジデンシーに呼んだことで本当の楽器問題は解決しましたが、その代わりに別の問題が生まれました。つまり一方には作曲家たちがいて、他方には演奏者たちがいるとなると、お互い関係としてはそれで完結しているので、ノーコレクティブのやることがなくなってしまったのです。だからこのレジデンシーにおける自分たちの役割が何であるのかを考え直さないといけませんでした。そこで気づいたのは、少なくとも2つのことについては作曲家と演奏家以外の誰かが関わる必要があるということです。一つは言葉の問題で、作曲家の中に日本語が流暢な人はいないし、演奏家の中に英語が流暢な人はいないため翻訳が必要でした。もう一つは、本物の楽器が揃った以上、このプロジェクトの本当の本物の楽器が実は Zoom であることを誰かがみんなに思い出させる必要がありました。不思議なことに、この2つの問題はいずれも媒介という作用に関わっているものでした。だからこうした役割を担うことを決めたとき、ダニエルにノーコレクティブはこのプロジェクトでは消えゆく媒介者の役を演じるねと冗談で言ったのです。ただし半分は真剣な気持ちもありました。というのも、そもそも私たちが Zoom に興味を持ったのは、人々のつながりを可能にし、コミュニケーションをスムーズにするこのオンラインメディアがその役割をうまく果たせば果たすほど自然と化していき、透明になっていく傾向を持っていたからでした。そしてだからこそ、作曲家も演奏家も本物の楽器が Zoom であることを思い出させてくれる誰かが必要だったわけです。もし Zoom 自体がこのような意味での消えゆく媒介者であるならば、レジデンシーにおけるノーコレクティブの役割として、この中心的な楽器の作用を模倣することが適切であると感じられました。全ての媒介者はその仕事が完了すると消えてしまいますが、だからといって永久にいなくなってしまうわけではありません。視界から消えても、まだ画面の外から影響力を持つ媒介者がいます。中には消えることによって力を得る媒介者もいるでしょう。そしてペドロ・パラモの幽霊のように、これはあの世との交信の問題としても考えられます。何しろアメリカにおける心霊主義や高齢術はテレグラフの発明とほぼ同時に現れたのです。また、死んだ人や消えた人が生きている人と交信する時の方法として、とりわけ音が重要な役割を果たしています。こうした問題は、次の演奏されるオマール・フレールの3つの冒涜という曲に関わりがあるかもしれません。
はいでお答えください。ダメ to see。いいえでお答えください。ダメ、トゥ、ノ。
Mm-hmm.